スト、そうですね、小箱のブラシを1本ずつプレゼントいたします。このイベントでブラシケースをゲットして、さらにブラシを2本ゲットできるというのは幸せだと思います。イベントが終わるまでに必ずタオマップをまだお持ちでないお客様、お近くのスタッフがお配りしておりますので、ぜひ受け取ってください。そして覚えてる、覚えてる、嬉しいと思いますので、ぜひこちらに通してください。なので皆様、必ず当選番号の確認よろしくお願いいたします。抽選で50名様限定となっております。そして今回はですね、ステージがこちらのステージと、左側のあちらの2つのステージになっているんですけれども、イベント中交互にですね、ステージコンテンツを実施してまいります。ぜひ皆様お近くでその度にお楽しみください。さらにはもう皆様お楽しみいただいておりますが、ご来場の皆様にはビュッフェ形式でお食事とドリンクをご用意しておりますので、どうぞご自由にお召し上がりくださいませ。早速になりますので、はい、とても丁寧にお手入れしていただいていると思います。はい、イメージの踏み子になります。ありがとうございます。癒されます。ありがとうございました。見てください。お願いいたします。お願いいたします。とても丁寧ですね。周りのような温かみのある美しさで導かれましたので、先輩とイメージ一緒一緒。今上からつけていきます。はい。今のピック手ですよね。そうです。いや、紫を入れると深みが出て、はい、冬っぽい感じが出やすい。はい、今見ていただくと結構紫みが強いかなと思うかもしれないですけど、はい、合わせてもらったら全然その、あ、そうですか、はい、全然でいきます。甘い味がします。そうなんですよ、ブラックベリーのスープの成分が入っています。仕上がるのでツヤツヤにはなるんですけど、はい、オイルが配合されてることによって、はい、唇にぴったりくっついてくれるんですよ。全然ペタペタする感じじゃない。あ、いいですね。綺麗ですよね。うん、雰囲気に入ってたらさ、なんかこれですよね。ちらっといいですか。ありがとうございます。見た目とちょっと色が違うからびっくりしました。なじみやすいので、はい、もちろん1本でも作れますので。 ありがとうございます。あとは保湿に、はい、ありがとうございます。気持ちいいです。気持ちいいです。メイクも、はい、美味しそうな香りって言ってくださるんですけど、あ、いい匂い。作ってたらつけていかれませんか。失礼します。これもイチジクですか。そうなんです。イチジク、わかる。わかる。やっぱり美味しそうって言ってくださいから。イチジクの匂いがする。ボディローションなので、お風呂上がりのお肌を首から下つけていただくと、すごい全身でお香り楽しんでいただけます。ありがとうございます。お伝えさせていただいたフレグランスのマリニサイズプレゼントさせていただいてますので、ありがとうございます。ぜひ使ってみてください。はい、かわいい。あ、どうぞどうぞ。明るくなるんですけど、はい、こちらを薄めにつけさせていただきますが、はい、またはちょっと落ち着き目で、はい、女性らしさ。あ、どっちもいいですね。どっちもいいですよね。どっちがいいですかね。ですね、ローズの方が多分お肌色はすごく明るくなると思うので、こちらの方でかしこまりました。
すごくお肌が綺麗ですね。ありがとうございます。ツヤツヤで、いえいえ、もうちょっとツヤ出ししてるんです。はい、すごくね、上手にというか、いえ、ありがとうございます。ティッシュでございます。細かい部分を押さえます。今お昼から、はい、ファンデーションとかも抑えられたりしてます。あ、してないです。はい、ありがとうございます。嬉しいです。でも本当にお直しじゃないくらいですね。でもよくてかるんですよね、夕方になると。なんか全然そんな感じにお肌も見えないのでびっくりです。嬉しいです。ありがとうございます、はい、今ローズの色見つけていきます。エコルテの口紅は初めてです。はい、うるおい感がジューシーになっておりまして、チリルの保護効果もすごく高いので、ちょっと楽しみしてます。はい、すごくアイメイクとかもしっかり綺麗にされているので、ローズで少しお目元際立たせるメイクと4分に合った感じかなと思います。ありがとうございます。1月の21日にオープンするから、なんかお客様に聞いてもらうためにどうなったか。すごいですね。今 何のイベントしてはるんですか。あれはハンドマッサージ楽しみですね。この辺につけてもらっていいですか。すいません、ありがとうございます。バンブーというね、可愛いね、香りやっぱり、ね、どこバンブーという竹をイメージして、うん、
ありがとうございました。ありがとうございます。 YouTube あ、ぜひぜひ。どうしましょう。あ、先輩どうぞ。あ、では本当にこっちがいい。今やったから、ね、あ、そうですね、こっち。でこのエフェクターが肌と同じ構造、ラメラ構造といって、水分脂質のサンドイッチ構造を作っております。これでまた皮膚に近い、人工皮膚に近いような表面を作っていきます。ちょっと濡れてる感じが理想ですね。この後にディフューザーで極細の繊維を吹きかけます。本当はこれお顔にこう吹きかけるタイプなんです。お手元で黒の背景の方がいきますね。見えますかね。繊維髪の毛の100分の1ほどの細さを新幹線と同じ速度で噴射されてます。技術はパナソニックさんと共同開発になってます。そうなんですか、はい、うん、本当に肌と一体化、うん、どうですか。グーパーしても伸び縮みストッキングみたいに肌に寄り添ってくれるので、夜これ吹きかけてこの後にこう全然歯磨きとかしても全然こう寄ったりしないんですよ。といって、あの今こう傷を乾燥させて、はい、直すのではなく、ある程度陰湿潤にして肌を回復させるっていう医療のヒントも得てるんですね。ヒントもこれでお休みいただきます。翌朝剥がします。あ、剥がすんですか。はい、朝これをネイル剥がします。ぜひこれはもう動画を撮っていただきたい瞬間です。ありがとうございます。で剥がします。した状態が保たれて、抜け殻私これありがとうございます。梅田キレイ塾とスイートのコラボクリスマスパーティーに行ってきました。中でもバルモンというブランドが、阪急梅田本店7階に1月21日にオープンします。こちらはエイジングケアが、専門みたいですね。ハンドトリートメントを、していただいたんですが、新たなブランドの企画ということで、新しく店舗ができるのにちょっと期待したいと思っております。ローラルメルシェさんではファンデーションプライマーとプチ紅をいただきました。ローラルメルシェさんでは阪急梅田本店今だけの限定パレットっていうのがあるようです。そして西日本では阪急梅田本店のみ販売されているアイシャドウパレットもあります。マップです。クラランスさんではダブルセーラム EX を2ついただきました。こちらもエイジングケアの美容液になっております。こちらのセンサイさんではサホビューティーモーションという機械で、私が手に塗るクリームの所作によって、私に合った香りを選んでいただきました。私の香りは細やかな心遣いで慈しむ、洗礼された美しさという香りみたいです。ほのかに香るんですが、大変いい香りがしておりました。
ロジェガレさんです。こちらはフレグランスをいただきました。中が見えますでしょうか。こういう感じで入っております。大変いい香りです。マイロイヤルクリスマスイベントというものがありまして、12月18日から21日、阪急梅田本店2階プロモーションスペースに、イベントを行うそうです。いろんなコンテンツがあるみたいなので、体験しに行かれてはどうかなと思います。私の手に振りかけていただいたものは、フィグのカエルですね。このフィグパフュームウォーターをかけていただきました。香りましたところすごくいい香りでしたので、興味がある方は行ってください。デコルテさんではこちらのザルーズパレット001をいただきました。こちらの方もザルージュです。サンプルになっておりますが、大変たくさん入っております。厚生さんから出てる、ブランドのようです。私も化粧品興味ないことはないんですが、こんなにいろんなブランドを体験できる機会はなかなかないなと思いました。また次回あったら行ってみたいなと思います。